はい、ホームビハインド、前回の続きからやっていきます。これはあれですね、走ると空腹度とかが上がるみたいですね。ここの数値が、あ、人が死んでる。なんか探そうか、アイテム。お、収穫があった。なんだ、焼き昆虫。腹を満たさなければどうにかして。で、今何拾った？これか、木材か。棒が作れるね。ナイフよりかは攻撃力あんのか。スピード 0.8。 うん、そうね、どれにしようか。でもこれ待ってる間にあれなんだ、減っていくんだよな。 OK、 まあとりあえずこれでいこう。で、あ、もう一回できる。ダメか。肉を剥ぎ取る、テンションが下がる、肉の獲得。うわ、人肉。ちょっと試し、余剰価値を取らせてもらう。ホームロー、よし。すまん、これも生き残るためだ。難民の死体、亡くなった死体から恐ろしい匂いが漂っている。やばい、人肉を取ってしまった。どうしよっかね、武器。ナイフが結構手に入ったけど、これ解体した。あ、あー、しまった。あ、これ解体じゃなかった、捨てるだった。あー、しまったな。あー、いた、捨てちゃった。ナイフ2本、間違えてやらかしたな。これ気持ち的には分解できる系程度で触りたかったんだけど。あ、水だ、ラッキー。水汲み。お、魚が取れる。50%。これ何に関係して取れるんですかね。どのパラメーターにして。よし、魚が手に入った。体質かな、さまざまな提言。次、ヘイトが 10% 貯まる、テンションの回復とか 20%、 連打 10%、 攻撃ね、結構重要だからここ上げていこう。で、どうしよっかね。ナイフは攻撃力が低いんだよね。ここでちょっと棒を作ろうか。攻撃力の高いのと変更して、これは力に左右されるみたいなんで、こっちを上げよう。で、知性、クリティカル率、連打率に影響、体質、攻撃力だね。 OK、 水をもうちょっと飲んでいこう。よし、このまま。じゃあ、危ない、さっきナイフ捨てたのが痛いな。絶対なんつうの、ブツブツ交換で使えそうだったんだけど、ちょっと休もうか。腹が減ってる。得体の知れない肉、まあ、あの肉なんですよ。お、ロープが作れる。これ鉄がいるんだよね。石ころ作ろうか。これがまあ何に使えるかちょっと分かんないけどね、まあ、一応持っとこう。 OK だね、行こう。食べ物を探さないと。あ、生存者発見。一般、そうね、話しかける。商売、肉2個やるから
かげあげるよって。でも肉がないね。物乞いしよう、はい、なんかくれ畜生。強盗はちょっとやめとこう。行こうか。布は手に入るんだけどね。そうそう、やばいなこれ。知性とかがあれ、あ、何が影響していくんだろうね。交渉とかその確率に。そこまであのねスキルが出てないから。あ、やべ、テンションがだだ下がりで。おお、食料やった。やったやったやった。あと1個リンゴのなる木を発見。食っとこう。よし、これ少し持つ。伐採しよう。おお、取れた。行こうか。前進。あー、あんま動かない方がいいのかな。スピードがあれだね。強風が。あら、なんだここ。鉄スタジオ。交差する上を破けた服と血痕がある。乗り越える。切断する。乗り越えられないかな。ダメか。もう一回。おし、いけた。多分迂回するとすっごい時間かかりそうだよね。おお、お魚が。こんな砂漠のところに魚があるのはちょっと謎だが。あ、おう、オオカミさんがいる。伐採。くそ、失敗した。あと一回。くそー、行きたくねえな。戦闘どれで行こうか。防御専門で行くか、バランスで行くか。これで行こう。はい、はい、必殺。おら、バランス。よいしょ。オッケーオッケー。結構強いぞ。強かったぞ今。うん、村に着いたね。なんか中間地点っぽいねここ。うん、ん、お、物乞い。なんかちょうだい。ダメ、なんかちょうだい。ダメか。ち、いや、これはいいな。強盗はしたくない。入る。あ、家の中になんかある。米を盗む。すまん。やべ、罪悪感の塊だよ。窓から入る。失礼。商売する。叩く。金属を消耗。おお、商品が転がってきた。これ大丈夫かな。人がいる前でやってるけど。うん、お都市に行かな、大都市に行かなくてよかった。物乞い、長ちょうだい、長ちょうだい。テンションめっちゃ下がるけどね。いや、いいな。よし、次これ。めっちゃ悪人だな。なんかでもクロワッサンが手に入ってよ。米を盗む。すまね、生きるためなんだこれも。錠前をこじ開ける。壊す。失敗した。開いた。ちょっと待って、あ、もうね、腹が減りすぎてる。パンゲッチュ。米なんかあれだな。
ダメか。うん、ふん、難民が一気に増えたら全くごめんね。はい、なんかちょうだい。これテンションが高くないと成功しなさそうね。ダメだ。休め、これ休むとどうなんだろう。ほうほうほう、ライフが上が回復するんだね。よし行こう。はい、物乞い、なんかちょうだい。失敗、うん、ああダメだ。テンションがただ下がっただけだった。お、物乞い 90%、 どういうこっちゃ。ありがとう村長って書いてあるね。お願い村長、この哀れな私に。あ、やべ、話しかける。どうしてここに来たのかい若造。戦争の風に追われてここまで来ました。イベントだね。内戦の穂村家ではこの古い土地を焼き、最近多くの家をなくした人がここに来ていた。しかし若造、君は彼らとは違う。君の目は何か探しているようだ。多くの逃亡者の目には悲しみと迷いしかなかないからな。症状を負っている。俺の娘セクーナです。弟のレイクとセクーナを連れて先にヨーロッパへ逃げたんです。最近目が弱くなり物忘れも激しくなったが、似たような通行人なら覚えている。青い服を着た若い男性と赤い服を着て黄色い帽子をかぶっていた少女だ。彼らも逃亡の途中でここを通っていったのだ。北西に向かっていった。砂漠を通って目指すのはサハードだ。本当ですか、情報ありがとう。ありがとう。この水を持ってけ、くれぐれも慎重にな。わあ、ここの村長優しいな。セーブしとこう。あ、ここに出るね。うんうんうん、スペースで必殺技か。まあまあマウスでもどうにかなりますね。オッケーオッケー。目やられちゃったな。なんかの肉、よし。これでいいかな。じゃあ次、あ、やばい、なんか来てる。あれが敵が今ここなんだね。私セクーナじゃない。これがね、反乱軍みたいなんですよ。これが追いついてくるともう争いも争いになるみたいなんで、早く行きましょう。はい、はい、物乞い、ダメだ、行こう。テンション下がりまくりだな。とりあえずテンションは下がるのは仕方ないとして、とにかく食料食ってね。食料が豊富だね今回は。よし急げ。何これ、リップ。あ、やばい、待て、強盗だ。うん、ん、ここを通りたければ金になるものを払え。命乞い、いや戦うぜこの野郎、ふざけんなお前。ほらほらほら、必殺通りや、あいて、防御防御、オッケー、勘弁、ご勘弁を、もう絶対やらない。押せんだよこの野郎。よし行こう、ちょっと回復しようか。何手に入れたんだ。薬草か、薬草で薬が作れるんだよね確か。よし
行こうか。くそー、余計に HP を消費してしまったぜ。走った方がいいかな。お結構速いスピードで追っついてきてんだよね、敵も。ちょ走ろうか、ヘリが速いけど。ストップ、ワンコロか。違う、ジャッカル。あ、戦闘になりやがった。命中重視でいく。そうね、はい、よいしょよいしょよいしょ、よし、痛い痛い、あれだ、連打しすぎた、やばい、死ぬ死ぬ、おら、あぶねえ。まだね、戦闘の仕方がいまいち分かってないから、こんなことになってしまってますが、申し訳ない。やばい、回復 しなければ。くそ、と言っても薬草がねえな。止まってると回復するみたいなんですけどね、どうやれば回復するのか分かんない。やばいよ、次戦闘になったらもうやられちゃうよ。避ける方法ないんですかね。お、夜か。ハエがいるね。あ、おっと、また誰、キツネ。バトンないといけないの、キツネちゃんとも。仕方ない。うわー、戦闘になった。ないよね、逃げるってスキルが。バランス重視。39%。ちょっと辛いな。OK。やばいやばい、あ、やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ、おー、いた、でーっと、マジかよ。そしてうわー、死んじゃった。いつか生存で 9% の旅路をが完成。はい、5日間しか生き延びれませんでしたね。悲しい結果。でもやり直せそうですね。というところでね、本日はね、これにて終了したいと思います。またリスタートするか続きからやるかは、ちょっと考えてやりたいと思います。それではね、島津でした。本日はね、これにて失礼させていただきます。